吉田さん、インターネットそして訪問販売ですかこの最も遠くにある大峡岳にあるビジネスなんですけども私はねその訪問販売5年間で1万件ぐらい契約取ってきたんですよまあ5年間で1万件の契約っていうと多分ね行ったところがほとんど取れてるような訪問販売になると思うんですよねまあこれにはねやっぱこうほとんどの人が巻き込まれてしまうこの店舗とか話術ってのがあるんですよね で私契約取るまでで分ぐらいなんですよねさっきまで知らなかった人に対してまあ2万4,000円くださいっていうところまで3分ぐらいなんですよ。うん、まあでもこういうねなんかその、まあ、いわゆる人の心の隙をつく商売っていうのがあってしかもお金をいただいて仕事を完了したらもう完全にね あのこちら側に取り込むことができるんで、私はトラブルがほとんどない状態で過ごせましたかね。トラブルが一回起きたのは、ライバル会社のお客さんがごぞっとね、こっち来ちゃったんで、まあ、そこから反感を買ってっていうところだったかなと思いますね。うん、でね、で、えー、インターネットで私はもう素晴らしい自由を得たわけです。これは、なん吉谷さんもね、インターネットによってっていうところが結構あると思いますけども、不思議なことにね、 なんかインターネットを手放すす人がいるんですよインターネットをビジネスで活用することをねで手放した向こうに自由や豊かさはあるのかなといやあるんだったらなんでそもそも最初からインターネットの世界来たのかなと思っちゃうんですよで中にはね自分が YouTube 活動することによって家族が反対するって方がいるんですよそれはやっぱり家族すら抑え込めないとお客さんに商品売るのは苦戦するでしょうね でお客さんに商品売れないから売り上げ上がらなくて家族の不満は当たり前のものになってくるわけですよ。でも私は思うんですけども私は当然ね家族に全然反対されてないですよ。家族ってっても奥さんしかいないんですけどもまだね大和くんは3歳ですから分かんないと思いますけどもでも大和くん3歳にしてもすでにねお父さんがいつもいるっていう環境なんですよ。でなんかおもちゃも全部あるんですよね何もかも。<laughs> そそれこそ私の方がねねポン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 買ってますんで今で今も、ね、どんどん増えていってなんかどうやって処分しようかな捨てようかなって環境ですよねで,でおじいちゃんとかおばあちゃんね私のお父さんやお母さんにも小遣いあげてますんで毎月毎月う小遣いも結構の年数あげてますよもう10年近くなりますねなんか総額1,000万2,000万とかじゃないですかねもうね軽く毎月20万とか30万とかですからね 結構の金額ですよねだからなんか日本人の平均年収ぐらいは私の両親にはあげてるかなってことですよ。まあ、それでも感覚としては私みたいな人間を育てるのにもっとコストがかかってると思うんで全然これ返しきれないなっていう感じなんですよ。だから毎月お金渡すとね「いやなんか最近こういう社会情勢で値上げもいっぱいあるのに大丈夫?」って聞かれるんですけども「いやダメだったら金額下げていくしその前に俺の車が1台ずつなくなっていくよ」っつったらね「あそうか」って言うんですよね。 でその上であのー、お父さんお母さんをねよく飯に連れてったりとかするんですよまあ会費は私持ちなんですよ常にで一緒に行くところなんで自分なりに結構いいところをね奥さんとリサーチしてうわこのいけす付きの割烹ってすごいねみたいな感じでね会計もやっぱりね数万とか行くわけなんですけどもパパパパ払うわけですねそういう時もねうんあちょっと余計なこと言いましたかね電池が切れそうですよ余計なこと言ったんで まあ余計なこと言ったついでにここで終わりにしましょうか話途中ですけどもいってらっしゃい。<laughs>